ほーい、ともれです。今回ですね、こちらの9周年アニバーサリー和の国最終局面超スゴフェスゾロ編第1弾の方を弾いていこうと思います。ついに来ましたゾロ編、楽しみに待ってましたよ。はい、いやゾロかっこよすぎるでしょう、さすがに。いやね、まあゾロとアルベル、まあどちらがおすすめかっていう言うとね、まあ個人的には使いやすさ的にはやっぱアルベルの方が優秀だと思っているので、アルベル初心者の方は狙っていただきたいんですけど、自分はもうゾロだけでゾロを狙うしかないみたいな、うん、もうゾロしかいないのよ。はい、もうねゾロは好きよ、俺は。私は好きです、ゾロが。はい、もうゾロが好きすぎて、もうね、いやもう分かってほしい、もうゾロ好きなんですよ。はい、もうワンピースのキャラの中で一番好きなんですよ、やっぱゾロが。もうね、最初からまあゾロっているじゃないですか、第2話か第3話からまあゾロって出てきているので、うん、もうね好きすぎて、もうゾロかっこいいんだよな。もうね、もうノーマルにかっこいいよね。うん、まあというところで、まあ今のところまだねルフィ&ヤマトは当ててないですし、まあサンジは当てたんですけど、そこは当ててないので、とりあえずゾロで、まあ何十連か引いて当てて、でなおかつルフィ&ヤマトも今後当てていきたいなっていう感じになってますので、まあちょっとねこれ狙っていきたいなと、うん、思ってますかね。いやゾロ行きましょう。はい、まあということで今回は30連だけ、引かさせていただきますので、30連引いて、まあそうですね、やっていこうかなと思ってます。まあということでやっていきましょう。はい、ということでね早速、10連目引いていきましょう。まあ最初が、最後の手配書が確率アップ中のキャラ確定ということで、まあ可能性としては結構出やすいかなと。まあということでいきましょう。さあお願いします。来い。演出は、うん、まあまあ15人いるから最悪悪くないのか。さあカットインは1、おーしょしょしょ、赤。もう一枚。まあ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 、1枚出ただけでもいいか。まあ一応そうですね、 15% なのでもう1枚ぐらい変わってくれてもいいとは思うんですけど。お、やった。これはページ1ですね。これ持ってない。これ1個前の時のやつですかね。まあ、封じ5ターン解除っていって、延長もできると。でまあ固定にもできる。まあ悪くないですね。うん、まあ悪くない。ありがとう、ありがとう。さあ、来いゾロー。サンジは前回出た。しかもこのサンジは別にいらん。このサンジは別にいらんぞ。うわーマジか。4枚目。はいはいはい。5枚目。あーいいねー。ボンクレ&ビッグマムじゃない。イワンコフね。さあ、6枚目。お、ドレイク。いいね。コンドレイク欲しかったよ。これ持ってないのよ。これ前回ぐらいの、絆決戦のピックアップのキャラですね。うん、悪くない。さあ7枚目。いやに、まあ絆決戦の、まあ、ガチャなので絆決戦限定のキャラとかも出ると思いますので、まあ、そこら辺も出てくれたら嬉しいなという形ですね。さあ9枚目、ラスト10枚目変わらんか。お、やった。これはありがたいね。普通に絆決戦、まあ、今回のあれですよね、ゾロ編の、ピックアップされてる星5のキャラ、これはありがたいね。多分絆決戦で使えると思いますので、これちょっと使っていきたい。ありがたいですね。まあ、属性相性強化、まあ、1タイル効果と戦長効果向こうが6ターン解除できる。これ普通にありがたい効果ですね。でスロット固定2ターンもできる。いいね。悪くない。ありがとうございます。まあ、ということで最後は確率アップ中のキャラなので、赤であればね結構ありがたいんですけど、まあ金だった場合はもう1体の、フランキー将軍が出てくれれば嬉しいですね。さあ金ですね、フランキー将軍。おお、完璧すぎる。完璧すぎた10連でした。はい、ということで続いては20連目引きましょう。まあ10連目はね、まあ超すごいやつはほとんど出なかったのにもかかわらず、今回のピックアップされた星5の、フランキー将軍とブルックどちらとも出たんで、もう満足でございます。さあということで一本満足ということで、20連目いきましょう。さあお願いしますよ。演出全盛りありがとうございます。さあいきましょう。1、2、完璧すぎる。これは2、3枚出てもおかしくはない。1、もう1枚、2、
もう一枚、もう一枚、3、もう一枚、もう一枚、おお4枚、これえげつないで、さすが全盛りでございます。さあ、ウソップン2、おこれ、あれこれ持ってた、持ってない、これも全然全然回ぐらいのあれですよね、絆結成のピックアップキャラですね。ありがたいですね。うん、まあまあいいでしょう。さあ次です、ゾロー、ロー。さあ続いて4枚目いきましょう。4枚目、うんうんうん。さあ続いて5枚目、5枚目こい、ゾロ、ゾロだ、ゾロ。地獄の王に、えぐい、やばいなこれ、やばー、やっぱり俺って運持ってんな、おい運持ってんじゃないの、持ちすぎて困っちゃうぐらいですよね。いやこれえげ、いや皆さん分かってくれます、これなんですよ、私のガチャ動画が神引きしすぎてしまうっていう要点と言いますか。いやね、これ何回も言ってるんですけど、もう8周年の時とか、それこそあとは、まあ、映画とか、映画の超すごい人の時とか、まあ、あと、年末の、年末年始の、超すごい人だったり、そういうところで自分これ当てに行きますよっていうガチャを引いて、ほんと2、30連で出すんですよね。かあのカイドウ VS ヤマトとか歌とかね、ここら辺ほんと10連か20連で出てるんですね。で8周年の時のあのヤマト&エースとかあと、ルフィとか、まあ、ここら辺もね 2,30 連で出てるんですよ。で今回のサンジ30連で出てます。ゾロ20連で出てます。やばくない、普通に運が良すぎるのよね。でも逆にもう1体、例えば3体ピックアップされてて2体はすぐ出たけど、もう1体がちょっと出づらいみたいなのは結構ありますね。うん、なんでちょっとルフィ&ヤマトは未だにちょっと出てはいないんですけど、いやー嬉しすぎるこれ、30連引こうと思ってたけど20連で出してしまうっていう、ありがとう本当に最高。いやもうゾロかっこよすぎる、さあゾロありがとうね。これでアルベルも出たらやばいよ、今回本当の神回よ。さあ行きましょう。うわ嬉しすぎる、かっけー、うわ早くエンマ使いて、エンマ使ってみたい、これもうエンマ使いたいわ早く。いやでもエンマの使い勝手ちょっと難しそうなんでね、ちょっと今回の絆決戦の時にうまく使いたいなとは思ってますかね。さあ6枚目いきましょう。おおいいね、サンジ、このサンジ結構好きなんですよ、好きって言いますか、結構強いので、うん、さあ行きましょうか。次です、さ違った、8枚目か、頼むよ本当に、本当に頼むよ、来い来い、アルベル、うえ、悪魔にだってなるわ、頼ってくれる人がいるから。え、明日死ぬ？いやこれえぐいって、本当にえぐいって本当にこれは年末年始の時に来た、まあナミ、ヤマト VS カイドウ、そしてロビンのロビンですね。もう自分ロビンね、結構50連もっと引いてたかな、80連ぐらい引いて当たんなかったんですよ、その年末の時は。でまあちょっと諦めてたんですけど、でもねその後もう出てからもう5ヶ月ぐらい経ってます。もうその間に結構やっぱロビン皆さん使われてる方多くて、それこそ絆結の超ボスであったり、まあ火力出したい時とかって結構ロビン使ったりだとか、イベントとかでも結構ね最近使われていたので、このロビン欲しかったなーってずっと後悔してたんですよね、うん、もっと引いとけばよかったって思ったんですけど、こんな確率アップもしてないところで出る、でかい、やばくない、だって10連で超すごいやつで、超すごい限定のキャラ2体も出る、しかも持ってない未勝利2体、えぐ、やばいわ本当に、今回やばい、冷や汗がやばい本当にこれは本当に嬉しすぎるぞ。うわありがたいねこのロビン、しかも進化まで出てくれたのがさらに嬉しい。さあいやこのね何々中に当たるダメージっていうのを 2種類かけることができると、普段であれば1種類しかかけれないんですけど、
2種類かけれるようになるっていう、さらに火力を上げやすくなるってやつですね。うわ、これ普通にえげつないよ。普通にえげつないと思う。やば。さあ9枚目、なんだこの20連、えげつないよ。10枚目、 OKOKOK。 これ最後アルベルだったらもうあれですね、もうタイトルにこんな神引き今までに見たことありますかっていうタイトルにします。まあ、ということで行きましょう。アルベル、最後アルベル、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 ガー